昔はこの蒸気機関を利用して大きな蒸気船も作ったもんだ。おっと、ストップストップ、バックじゃ。いやー、まだまだバサなか面白か作品があるとばって、時間になったげな。今日の話はここまでにして、また会いましょう。元気でのー。